AEC ークアイガンキャリアはディーコンとも呼ばれ、第二次世界大戦中、イギリス陸軍で運用された装甲戦闘車両である、オードナンス QF6 ポンド砲を自走砲化しようという試みから作られた。この車両は1942年から1943年の北アフリカの戦いでのみ使用された。d c コンは北アフリカのイギリス軍部隊に機動力を持つ、 対戦車兵器を供給するべく1942年に開発された。本社の名称はイギリス陸軍が自軍の自走砲に境界にまつわる名をつけたことに基づく。トラックに小型砲を車載する様式は一般的にガン、ポーチと称され対戦車砲に機動性を与える簡易自走砲であった。ディコンも QF6 ポンド砲を トラックの後部に搭載した。これによって砲の車体は若干失われたが、素早く起動することができた。オードナンス QF6 ポンド砲の方向初速は秒速900メートル、有効射程は4600メートルであった。D コンの基礎となった車体は AEC マタドールトラックである。車身背後を平滑な砲床とし、6ポンド砲を装着した。 砲には周囲を取り巻く装甲が取り付けられた。砲手と装填手はこの装甲の中から砲を操作した。従来の運転席はエンジンと運転手席を遮蔽する四角い装甲構造と入れ替えられた。1942年12月から生産され、合計175両が製造された。D コンは北アフリカにおいてドイツ軍の装甲車両に対して投入された。 地形や環境から戦車と同等の機動性能を発揮できるとされたためである。第76対戦車連隊はエルハンマに配備され、王立砲兵隊はスリー戦車を含むドイツ軍に対抗して勝利した。参加車両は作戦終了後に引き上げられた。少数の車両は装甲弾薬運搬車に改造された。また若干の車両がトルコに売却された。ありがとうございます。